ダンスにキレがねえんだよ。キレがないって言われたな。俺もキレがないと思ってた。でもザクザクおめえも言ってやれよ。ほんまにキレだね。もうちょっとキレていけ。どうだよ、もっとキレればいいんだよ。もっとキレろよ。キレが必要か。俺もあの人みたいにキレがあったらな。深夜がジャッキーになっちゃったよ。おけなんでお前ら食う、あ、もっかんきんか。え、タンメン食わせる。タンメン食わせろ。お前に食わせるタンメンに食うきんか。どうだ。どうだじゃねえよ。どうだじゃねえよ。なんだよあれ。どうちゃ。どうせじゃねえ。よくわからん。ありがとう。ありがとう。一応喋るね。いやでもさ、キレがキレでも肝心な部分が違うのよあなた。そうやな。でも痛い。痛い。でもキレって言ったからさ、みんな。そのパンツがキックのキレじゃないやろ。意味ないやろそれやったら。そうかな。うん。聞かされると思ってんけどな。しかもこの花取ってもあんま高さ変わらんし。そっか、ごめん。じゃあさ、俺からも言っていいかな。お。ケータなんやけど。うん。やっぱ可愛すぎるから、もうちょっと威圧感、威圧感が欲しいな。そうだね。やっぱこうダンスしてもさ、なんか威圧感があるとインパクトもすごいと思うね。いきなり本題に来るね。入ってくるね。来ましたよ、ズバッと。まあね。そうだよ。そっか、ダンスにも威圧感ね。もしもあの人みたいに威圧感があったらな。マイケルだった。プチパッ。おめえか。アウアウアウじゃねえ。アウじゃねえ。じゃない。早く帰ってこい。前にあれさ、威圧感っていうよりかは普通にほら普通に怖いもん。だって、威圧感って言ったらマイケルのスリラーしかないでしょ。いや、威圧感あるけど、その威圧感と違うやろ。違う。違うやろ。違うな。違うやろ。違うやろ。あのままやったらもうファンの子みんなに帰っちゃうからね。帰っちゃうからよ。俺らも逃げろよな。逃げるよ。逃げるよ。帰るよ。あーじゃないね。リード T シャツ。しょうもリードタオル。T シャツ2800円、スポーツタオル1500円。アキラ、昨日さ冷蔵庫に入ってたお前のプリン食べちゃった。プリン？プリン、うん、ラストの1個やぞ。そうやな、うまかったっけ。めっちゃうまかったよ。おい、プリンの代わりにさ、だからこれあげる。プリン、ヒュルリヒュルリラ。ネックレス3000円、リドルートからリードランス、欲しいの宣言。スケジュール書いて、欲しいの。グッズを入れて、欲しいの。美味しいコーヒーをリードマグカップで飲んで欲しいの。シンプルかつスタイリッシュなデザインのダイアリー2000円、小物がたくさん入っちゃうトートバッグ1200円、保温性抜群なマグカップ800円。グッズ販売コーナーでいっぱい買って欲しいの。そうか、難しいな。じゃあさ、
うん、俺もねちょっと一つね言いたいことがあるよね。気づいた点、うん、っていうのがあって、うんうん、ひろきさ俺、うんうん、ちょっとね、うん、スタミナがないと思うよね。もっとスタミナ弁当とか食った方がいいと思うよね。食ってるよ毎日。食ってる、うん、毎日食ってる。今日も食ってた。本当にスタミナ弁当ちゃんと食べてんのにな。まだ足んないか。もしも俺にもあんなスタミナがあったらな。エイドリアン、ヒロキがロッキーに変わってもうた。ヒロッキーだ。なあなあ、すごい、すごすぎる。ロッキー魂出てばスタミナもなんとかなるかなと思ってさ、うん、やったんだよ。そんな甘くないよ。ないよ。でもまあスタミナ弁当は食べんでもよくはなったよな。そっか、そこはいいんだな。納得すんね。まあとにかくさ、うん、まあみんな指摘されたとこを、うん、まあ、今後生かしてね。まあそうやね。まあとりあえずツアー成功させましょうよ。うん、うん、ね、いい。じゃあそうそう、リハしますか。はいはい、はい。Just do it. そうそうそう。アジード香水は新処方で繊維の隅々まで浸透、消臭効果20パック。すいません。なんでやねん。髪やったよ。もしもあの人みたいに威圧感がある感じどうよ。バイバーイバイバーイ。どうよって最後言った。なんだ。めっちゃ早いやん。
起きて。わざとやろ、お前、わざとやろ。これ2番2だよ。あ、でもそういうか、そうかも。あれだ。あれか、どれまで行ってもう一回行きましょう。俺、フリー、フリーと間違えます。オッケークラス。何おもろい。アホやあいつ。アホや。ジャッキーの必殺技。なんか微妙やね。